3分でお腹周り引き締めましょう。気になる下っ腹、寸胴のウエスト、食後に出てしまうお腹、引き締まります。手は頭の後ろで脇を締めながらももを上げていきます。いきましょう。1回ずつ息を吐きながら背中を少し丸めて、脇を締めながらウエストをぎゅーっと絞っていくイメージで、背中を丸めながら太ももを持ち上げて、下腹と上のお腹を締めるよ。引き続けの3分だけ頑張ればできる。いよいよその調子。オッケー。さあ次はクロスしていくよ。交互に体をひねるよ。行ってみよう。できるだけ無邪気に動くぐらいがいいよ。一回ずつできれば息を吐いて、斜めにウエストを絞っていくよ。くびれ作りには最適です。3分なら頑張れる。毎日1回、3分ならできるよね。 OK。 肩だるい人は少し回したりしてね。今度は横だよ。しっかり体を倒していこう。そうだそうだ、いいよ。体を倒しながら外腹斜筋を使ってくびれを作るよ。やっぱりね、お腹引き締めようと思っても横って結構引き締まらないよね。やっぱり使って伸ばしてせんと横だけはね、なかなか引き締まらないからね。あとちょっとだよ。寝て行う腹筋が苦手な人はこれしかない。いってみよう。 OK。 あと1個で終わり。ちょっと肩回して、今度は後ろでタッチ、脇下に回すよ。手足巻き込まないようによく見てね。足上げる反対の手を上げるよ。ちょっと胸を張りながら、もし息が苦しくなったらね、一回ずつ呼吸しなくてもいいよ。動きだけを意識して体を倒す倒す。この調子でいきましょう。あとちょっと、いいよいいよ。よっしゃー、もうちょっとでゴールだ。オッケー、みんなよく頑張りました。できれば毎日やってみて、ウエストしっかり測ってから行っていくと、1週間もすればどんどん引き締まっていく。頑張ってできた人はコメントで教えて。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画、どっちか1本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。